はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、武藤遊戯です。さあ本日なんですが、磁石戦士デッキ作ってきました。マグネットウォーリアデッキね、ご紹介していきたいなというふうに思っております。皆さん岩石族テーマといえば何を組み合わせたら強いっていうのはご存知ですか？まあマスターディエル、まあ OCC の方ではね、もう最強の岩石族サポートと言われているアダマシアっていうねモンスターがいまして、これがねとてもね磁石と相性がいいんですよ。まあ、このアダマシアを今回はぶち込んだ、要するにアダマシア磁石ってやつですね。はい、これをご紹介していきたいというふうに思ってます。磁石の戦士デッキはそんなにやってること難しくないから、説明することないかなと思うんですけども、相性のいいカードね、まずやっぱドキドキとアダマシアがすごい相性が良くて、磁石とドキドキって手札から岩石族モンスターを捨てると、そのモンスターの元々の属性レベルが同じ岩石族を特殊ができるっていう効果があるんですけども、これでアダマシアとか、まあ、磁石とか、まあ、好きになレベルの、ね、モンスターを出してくれるわけですよ。捨てたモンスターと同じだったらね。でアダマシアが何するかっていうと、これがねまあ、ちょっと嫌われてるモンスターらしいんですけど、どうやら最近なんかアダマシア そのなんかデッキをめくるんですよ、このモンスターたちって。デッキめくる速度が遅すぎて、なんかどうやら一部のビビレストからはなんか遅すぎてうぜえって言われてるらしいんですけど、アダマシアリサーチャーとかはどういう効果を持ってるかっていうと、自分のメインフェーズに、自分のデッキの上からカードを5枚めくると。でその中から中南以外のレベル4以下のね岩石モンスター1体を選んで特殊ができると。チューナーじゃなければ出せると。チューナーじゃないんですよ全部ね、マグネットウォーリアは。だからアダマシアリサーチャーとか、このアダマシア、今回はアナライザーも入ってるんだけど、このモンスターたちが全部初動になります。はい、1枚でも一応その磁石が出ればね、特殊ができますから、これが初動になれる、これが強いですね。で他に相性がいいカードいくつか、あるんですけども、例えばこれですね、アダマシアサイン。自分のもちろん岩石族モンスターを対象にとって、そのモンスターを特殊召喚できるよと。別にアダマシアじゃなくてもこれ蘇生できますんで、アダマシアってついてますけども、これで墓地のモンスター蘇生したりとか、あとはマグネットフィールドとかね、これで磁石モンスター蘇生していけば、もうめちゃくちゃ横に並ぶんですよモンスターが。でしかもこいつが特殊召喚条件を持ってまして、自分のフィールド上にこいつ以外の岩石族がいれば特殊召喚できるということで、なんかその適当な磁石でモンスターがいればもう手札がパッて特殊ができて、でしかもなんか面子ができるっていうことで、これすごい強い。もうねものすごい横にモンスター並ぶんだよね、アダマシア入ってると。だそれであとはそのめきれたモンスターのレベルによってシンクロ召喚とか、まあ、リンク召喚をしていって相手を制圧していったり、まあ、除去していったりするっていう感じなんですけども、エクストラデッキはねかなり迷ってます。はい、今でもかなり迷ってるんだけど、一応出るモンスター入れるときはいいんだけど、レベル2のチューナーとレベル3で作れるナチュルビースト、これは入れといた方がいいですね。はい、魔法カードを永続的にもう何回もでも無効にできるんで、まあ、これめっちゃ強いからこれは入れといた方がいいけど、あとはまあお自由にっていう感じなんだよね。レベルが合うモンスターと何でもいいんだけど、まあアダマシアのねラプタイトとか、あとドラガイトとかはめくって特殊召喚できるっていうこの効果を持ってますんで、一応入ってますということと、あとラプタイトとレベル2のチューナーで一応クリスタルイングとかできるんで、まあ、クリスタルイング入ってるっていうのと、あと、2、3、4とかで、旧新規のとかできるんで、一応トリシューラーが入ってるみたいな感じですね。この辺はもうねずっと迷ってる、なんか入れたり変えたりなんかしてますね。はい、で、リバイエール、これはレベル3のモンスターに対して作れて、除外ゾーンからモンスターを特殊ができるんで、まあ1回ねベルセリオン出した後に展開してい行ったりできるから、まあ、リンク伸ばしたりできるんでね、1枚入ってますっていうのと、レベル3に対して作れる最強の岩石族モンスターである、ゴルゴニックガーディアンを1枚、それから、レベル4、まあ、これちょっと難しいんだけど出すの、見かけ獅子を入れとくと一応ブロックドラゴンがサーチできるんで、ブロックドラゴンからリンク数伸ばしていったりもできるんで、まあ、一応入ってますっていうのと、あとはまあ汎用リンクですね。結構ねレベルが合わないからシンクロ召喚はできないけど、リンク召喚だったらもういくらでもできるじゃないですか。だから、まあ、アナコンダとか、マスカレーナとか、ハリファイバー、トレメユニコーン、アクセスコロトークあたりは入ってます、汎用的にね。これアナコンダは何するかっていうと、融合で、ベルセリオンとバルキリオンでこの、ね、最強のねインペリオンマグナムっていうモンスター出せんだよね。超電動戦機インペリオンマグナムっていう、これマグネットバルキリオンとマグネットベルセリオンで出せる融合モンスターで、効果めっちゃ強いんで制圧力として、だから入ってます。はい、まあ出ること結構稀なんですけどね。はい、っていう感じで、早速ねこの磁石アダマシアデッキがどんな動きをするのかご覧いただきましょう。出る？スタンバイ。さあやっていきましょう磁石デッキ。
まあ、アダマシアの力はちょっと借りちゃってるんですけどね。まずはちょっと一回ガチャしましょうね。坊主めくりと、通称坊主めくりと言われてる、このね、アダマシアモンスターの効果。デッキと、あー、増字はめんどい。高穴の方にしよう。ちょっと、うららはめんどくせえけど、ちょっと、まあ、さっきうららの方だったかな。まあ、でもうららはちょっと取っときたいみたいなとこありますよね。相手の展開を止めるためにね。はい。これちょっと、早漏だったらごめんなさい。はい。はい。はい。やばい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 。やばい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 よ。やばいよ。磁石の戦士1個めくれなかった。ドキドキもめっちゃ腐ってる。めちゃくちゃやばいこと起きてる。まあ、シンクロするしかないんだけどね。結局、こういう時は。ハリファイバーしても、展開読めないしな。これマジで、ラプタイト出すしかないんだよな。アダマシアのいけないところはですね、この、まあ、坊主めくり作業が1枚1枚めくるのめちゃくちゃ遅いから、なんかこの遅すぎてなんか、そのユーザーから嫌われてるらしい。どうやら。これデルタ落ちてくんねえかな。まあ、一応、あ、落ちた。やった。落ちたのはでかい。これはでかいぞ。これは非常にでかい。これガチャ成功。これもう一回ガチャしに行く説あるな。これ結構。もう一回ガチャしよう。めちゃくちゃガチャするじゃん、こいつって思ってるんだろうな、あいつも。さあ、アダマシアリサーチャーの効果を発動。デッキトップをめっちゃ見るぜ。さあ、いるかな。あ、オッケーオッケー。まあ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 。めくれたらいいや。オッケー。ガチャ成功。このガチャ効果によってね、上の岩石族をめくって特殊召喚していくっていう。まあ、そういうデッキなので、これはもうベータしかないですね。ベータを特殊召喚、ほいで、ベータ効果、まあ、召喚権は使っちゃったので、まあこれはもうしょうがないですけども、まあベータの効果は発動していきましょう。さあ、ベータの効果を発動。さあ、ベータの効果によって、誰でしょう。で、ちょっと、なんていうな、これデルタにして、フィールド魔法とで次展開していきましょう。で、今墓地が一応編んできたけど、これこっちかな。さすがにちょっとハリファイバーしても、まあ一応いいんですけど、まあこっちでしょうね。一応これで魔法カードを無限に無効にしていくスタイルね。はい、これでいいんじゃない。魔法カード無効で、まあうらら1枚ある。まあこんぐらいだろう、多分ハンド的には。弱かったにしちゃ頑張ったでしょ、これ。一応魔法カード無限無効は結構相手つらいデッキ結構ありますからね。ナリキンゴブリン全然無理だね。全然無理だね。全然無理、全然無効。ライフポイント1000、まあ1000はいただきたかったけど、まあ無効。なんだろうね、ナリキンゴブリン。戦闘機とかですかね。まあもしくはもうクソデッキ、戦闘機オアクソデッキ。なるほど。おっと、これナチュルベース刺さったか。これナチュビぶっ刺さり案件。なるほど。エンドフェイズ。オッケー。俺のターン。ドロー。はい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 。まあでも、これはさすがに一回ハービーのハニボキ打って、で、これ間違えてナチュルベースの向こうにすると終わるんで。おっと、強欲で貪欲なズボン2枚。大丈夫ですか。ぶっ刺さってましたね。これぶっち刺さってましたわ。何やるじゃないか。さっきのデッキトップドローで引いたんかな。まあ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 、まあ、そんなに痛くないですね、これは。これはそんなに痛くない。で、ラプタイト効果、あと、これさっきだったか、ラプタイト効果の方が。先にこっちのガチャしてからでよかったな。まあいいや。はい。はい、オッケー。まあ、とりあえずアルファは出る。アルファを特殊召喚。はい。で、特殊召喚成功時効果を発動していく。アルファの効果によって、まあ、ベルセリオンですかね。はい。で、ガンマいねえのか。ガンマいねえのか。なるほどな。あとはちょっと打点を作りに行けばいいので、まあ、一回とりあえずここ出して、で、これ蘇生して、ですね。これナチュラルビースト毎回自分の効果を無効にするかどうか聞いてくるの。マジでうるさいんですけど。これどうしたらいいですか。こっちはうるさいんですよね。これなんか間違えて無効にしそうになるから、ほんとやめて。うらら、自分のカードの効果でうららでさ、自分のカードの効果を無効にするのをやったことありますね、皆さん。俺はちなみにもう2、3回やってますね。
なんかめちゃくちゃ考えて、なんかめっちゃ考えてて、なんか間違えて裏ラップがプッて打っちゃって、あってなってサレンダーするっていうのをもう何回もやってます。ちょっと邪魔だからどかすわ。ちょっと出すとこねえんだわ今。ちょっと一回邪魔だからどこかそこね、うん、でそこ出してほい。でまあ、ベルセリオン出して、これ打点足りてる2200、まあ、足りてんなこれさすがに。手札、手札、はい、おい、オッケー。これはナチュルビーストが強いだけですね。まあしょうがないですけどね、まあ、ナチュルビーストが強いんですよこのデッキは。本当に先行ナチュルビーストの、まあ結構積むデッキいっぱいあると思うんで、はい、さよなら。うん、オッケー。アダマシアガチャもうちょっとスピード感速くしてくれたらね、みんな使ってくれる気がするけどね。さあ行くぜ、アダマシアガチャのお時間だぜ。坊主めくりをしていくぜ。このゲームはみんな勘違いするな、このゲームは遊戯王じゃねえぞ、坊主めくりだぞ。ドキドキの効果を発動、ドキドキ、さあドキドキワクワク坊主めくりを始めていくよ。これはアドバシアは後で出せるから、これはまあこっちでいいかな。ですね、これレベル3送ってレベル3モンスターを展開していく。なるほど、これはまあアドバンテージが一番稼げそうなこいつでいいかな。でこいつをパッと出して、で持ってきて、でこれで、出したら強いやつ持ってくればいいから、これはアルファを持ってくるな。そうだね、アルファ持ってきて、でイントロダクションで、ガンマ出す前に先にこっちの方がいいか、先にこっちの方がいい、先に出してガチャしよう。はい、でアドマシアリサーチャーの効果、アドマシアリサーチャーの効果によってデッキトップを見て、チューナー以外の岩石族モンスターがいれば特殊召喚できるんだけど、何の成果も得られませんでした、何の成果も得られませんでした。あるんですよこれ、あるんですよこれ、めっちゃあるんですよマジで、何の成果も得られないっていう、これ結構ありますね、これあるあるです。はい、まあ、一旦マグネットインダクションの効果でマグネットウォーリアーを特殊召喚できるんで、これでまあ普通にガンマーを出していきましょう。でガンマーを特殊召喚して、でガンマーの効果でアルファを出していくと、これなんかイントロダクションとかいうカードマジでパワーカードすぎるよねこれね。なんかデッキから何の制約も効果も無効にせずに出してこれるってのが強すぎないこれ。まあ一応磁石がやりがいってのあるんだけど、これは一回ナチュルビースト出すか、安心と信頼のナチュルビーストを出して、はい、でまあ死者蘇生もできんだよな、死者蘇生もできんな、強い。はい、これどうしよう、出してリバイエールしたところ、リバイエールできんのか、これゴルゴニックガーディアンじゃね。これマジデュエルリンクスムーブじゃね、これデュエルリンクスムーブでしょ、これでモンスター効果と魔法カード無効にしたらもう最強でしょ実質ね。はい、これでナチュラルビーストを抜こうとしてきたモンスターも抜けないっていう、まあ、ちょっとドキドキ余ってんのちょっと若干なんかめんどくさい気がするけど、まあ、でもこんなもんだろう。一応死者蘇生してあれか、姉ちゃん出しといた方がいいかな、ええやろもう、次のターンに備えておこう。ゴルゴニックガーディアとナチュルビーストで、お前のモンスターの効果と魔法カードの効果はしっかりと無効にしていくぜ。さあ大丈夫か、踏めるか、魔法カードは無効に切るぞ、一生涯無効にしていくぞ魔法カードは。魔法カードの無効回数は今デッキの枚数っていう、まあ、一応、まあ、ほぼ無限。あー無理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 、全然無理、もう全然無理。やっぱ魔法カードなかなか使わない、うえーギャー、うわー、なんかマジでうまいことなんか釣り出されたな。まあでも墓地遅れるのは強いですけどね、カードを禁じられた ひとしずくにはほんと何の耐性もないので、はい、どうもすいませんでしたと言うしかないですね。さあガメラが送りつけられて、何でっけだこれ、ジズキエル、はい、わかりました、すいませんでした、
すいませんでした。怪獣格闘か、オッケー了解。でこれ死にますか、これ僕これ僕死にます、これさ、これワンチャン死ぬな。もう一体レベル8いったら死ぬか、天帝の人。あー、それだったら発動ターンしろで自分はエクストラデッキからモンスターとしないや、オッケーオッケー大丈夫だ。じゃあ多分死なない、多分死なないと思う。え、これ死なないよね。いや、あのレベル8が2体並ばなかったらね、多分ね耐えるんだよね、さすがに。まあ影やで、まあ、画面シール戻されるのはめちゃくちゃめんどくさいから、まあしょうがないとして、まあ多分地図切れる1体だけとかだったら全然8000ライフあるんで、あ、オッケー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 。で戻す、あ、戻さない、戻しもしないと。なるほど、あ、妨害として残していくって感じか。オッケーオッケーオッケー、了解了解了解。耐えた、耐えたらでいけ、ワスワードね、オッケー。でこれでなんかサーチね、了解。いいよいいよいいよ、いいだろう、相手にとって不足はないだろう。俺のこのベルセリアンとかいう最強モンスターでお前のも程度ズタズタにしてやるぜ。結構やばいけどなこれ展開伸びるかな。死者蘇生あるから意外といけそうな気がするけどね、これね。アルファベータガンマ除外して、まあ、とりあえずまずは一回挨拶しましょう。で、ベルセリアン挨拶しましょう。で、ベルセリオンの効果を発動。ベルセリオンの効果で、あ、オッケー、墓地にいっぱいんじゃん。とりあえず全部破壊できるんだ。で、かぐやくんは、一応戻せる効果を持ってるんですけど、これ僕、ベルセリオン2枚入ってるんで、これ大丈夫です。これ無効になりません。これ僕ちゃんとできるベルセロ2枚入ってるんで、はい、これは大丈夫、ここは耐えた。で、加賀谷の方が向こうにする、もちろん。で、マグネトベルセロの効果じゃない、もうマグネトベルセロ2体目墓地を食ってこいつを破壊する。で、この効果を2回発動できる。で、ベルセリオン効果、これでこの破壊用の効果により相手のフィールドは全部さらちにしていくぜ。さあ、エクレシアちゃんはどっか行く。エクストラ時からモンスターが出てこないからフルドリスも出せないな。そしてベータのベータを除外してお前の地図キエルも破壊していく。あとは俺はここから死者蘇生で展開を伸ばせるかどうかけですね。はい、ちょっとまたこれガチャするしかない気がしますけども、ガチャしまーす展開伸びたらあるよ、展開伸びたらワンチャンあるよ。さあ、まずはリサーチャーの効果でしっかりと特殊召喚できるモンスターがめくれることも祈るのみ。はい、はい、レベル4が欲しい、今一番レベル4が欲しい。あー、まあまあでも悪くはないか、悪くはない。待てよ、これあれだな、エレクトロマグネットウォーリアーアルファからの、これあれやな、インペリオンマグナム出るなインペリオンマグナム出るぞ。いやでもインペリオンマグナム出したところでなんだよな、出したところでなんだけど、一応出るんだよな、でも一応出る。ただ8000に届かなそうなんだよな、8000届かなそう。一回これハリファイバーしたらさ、これハリファイバーからなんか展開伸ばしたらワンいける説ある、もしかして。あ、まだ俺召喚券使ってないよね、召喚券使ってない。え、これゴキブリ召喚じゃね、これちょっとなんかひらめいた気がするな、ピラミキーのした気がするな、これゴキブリ召喚だろこれちょっと意味わかんないことしていいか。チューナーを含むモンスターが2体でリンク召喚、今からね、強引なる打点を作りに行きます。はい、強引展開ってやつです。はい、まずはハリファイバーを特殊召喚していく。で、ハリファイバーの効果と、ハリファイバーの効果によりデッキからレベル3以下のチューナーモンスター1体を特殊召喚できる。さあ、この効果になんかチェーンがあるから、これなんだろうこのチェーン、これフルルドリスかな、これもフルルドリスか、このチェーンは。でもフルルドリスはまあメインフェイズにしか使えないから、出てきたら、しょればいいんですよ。で、まず一回リンク数伸ばすじゃないですか。やつはですね、バトルフェーズに出てこれないんで、メインフェーズにしか出てこれないっていう弱点を持ってますから、これアクセスコール投下でバトル行くぞっていう、脅しをかければ多分。で、ゴキブリ召喚。ゴキブリを召喚。そして、俺はゴキブリと馬で、リンク召喚。これが史上、現代遊戯王史上最強モンスター。アクセスコールトーカー。さあ、アクセスコールトーカーは5300となり、こいつらの攻撃が通った場合8300ものライフポイントを一気に削ることができる。さあ、大丈夫か、ぶっ殺すぞ、おら
フルルドリスいいだろ。フルルドリスは横折り出すしかねえな。そいつは他にドラグマがいねえと効果を無効にする効果使えねえ。アクセスコールトーカーの効果発動。アクセスコールトーカーは一旦に一度墓地のカードをゲームから除外し、フィールド上のカードを1枚を選んで破壊することができる。アクセスインテグレーション。ほい、よし、もらった。バトル行け、ベルセリオン。そしてアクセスコールトーカーダイレクトアタック。オッケー、いい試合じゃん。採用。これなかなか激闘でしたね。このデッキ、遊戯王というか、スロットとかに近いですね。スロットとかのパチンコに近いですね。なんか、リーチかけて、自分で、アダマシアリーチかけて、なんか、磁石の戦士を揃えろみたいなリーチかけて、で、磁石の戦士がいたら展開できるみたいな。なんか、謎のね、スロット感あるんだよね。結構楽しいよ。皆さんもよかったら使ってみてください。ただめくる操作めちゃくちゃ遅いから、コナミ社は今すぐにこのそのアダマシアのめくる速度をね、速くして。うわー、リボルトあったら負けです。はい、アダハナのフェルジット、いいでしょう。はい、レスキューキャットですね、いいでしょう。いやもう無理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 、全然無理これ。あー、まあでも一応ハッピーのハンモクとかあるからワンチャンあるか。お邪魔ピンク、お邪魔ブルー。え、やばい、なんか全然思ってたデッキと違う。俺が予想していたデッキとなんか全然毛色が違え。あれ、あ、全然違え。なんだこれ。お邪魔エッペラ、お前誰だよ、お前誰や。お邪魔ピンクなんだっけ、こうか。フェルジットは1枚ドロー、1枚捨てる、あ、1枚戻すですよね。いや分からねえ、お邪魔ピンクの効果何、何するマン。とりあえずお邪魔エンペラーも結構何するマン感あるけどね。フュージョンゲート。ええ、いや、お邪魔と言ったらもうなんかあれしか出てくるイメージないけどね。黄色、イエロー、ブラック、グリーンで融合。え、めんど、展開できないと結構きついな。展開できないときついぞ俺、結構。え、これ2枠しかないのきつくね。フュージョンゲート、まだ打てんの。え、待って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 、え、嘘でしょ。え、俺このゲームでもここに苦しめられるの、嘘やん。サンダーボルト入ってないんだよな、サンダーボルト入ってないんだよな。嘘やん、嘘。やばい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 、またサンタ融合。いや、まあ、でも言うて攻撃力は低いやつらは言うて攻撃力が低い。ちょ、何引きゃいいんだこれ。サンブル入ってないから、あれがありますね、一滴が一滴引いて、相手のモンスターの効果無効にして、シュライグはめんどい。ちょ、お前ふざけんなよ。お前ふざけんなよ、なんかお嬢みたいな顔して出てきてんじゃねえよ。やばい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 、もう勘弁してくれ。あ、あ、あ、え、これ俺このデッキで負けんの。嘘でしょ、このお邪魔デッキにボコボコにされてる実況者がいるってマジ。